はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、また可愛いトミカ登場しました。今回はドリームトミカのサンリオキャラクターズコレクション3、こちらねちょっと見ていきたいと思います。はい、今回のねこちらのトミカは、トミカくじ形式になっておりまして、まあ今回ねあのボックス買いしたんですが、全部で、6種類なんですけども、こんな感じのラインナップですね。シナモロールにポムポムプリン、黒身に、ポチャッここにポチャッコ、イントネーションおかしいかな、ポチャッコかな。であとマイメロディーにハローキティと、もうハローキティはねもう僕めっちゃ好きなんですけど、まあ本当あの可愛らしいねキャラクターのねコレクションになっておりまして、で今回これ6個入りだと思いますが、多分ねあの全部コンプリートできると思います。一箱開けるとコンプリートできると思いますね。あのこれまでのパターンだと、まあ、一応あの公式ではあのボックス買っても揃わないよっていうことは一応書かれてるんですけども、多分まあまあこれまでのねあの流れだと大丈夫だと思うんで、さあさあそれでねちょっと開けていきましょうね。もう言ってもまあまあサムネイルのね感じで何がどうなってるかは結果はバレてると思うんですけど、僕は今からあの開けるところなので、はい最後まで、応援よろしくお願いいたしますね。で、はい、こんな感じにね入っておりまして、正直ねそこまであのみんな買うっていうような感じでもないと思うんですけども、まあまあ売り場ではねこんな感じで、多分これがあの立てて並んでると思うんで、気になる方は探してみてください。じゃあついでにアソートもねちょっとね並びとか気になると思うんで、こういう順番でいきましょうかね。左の列、右の列ですね。さあそれではね行きましょうか。早速ね一つ目、一応コンプリート目指しますよ。ちゃんとね出ない出てきてピタッとくっついてるのかな、これ出せない。お、出た出た出た、よかったよかったよかった。よし、じゃあ行きましょうか。ちなみに箱のデザインは、ね、こんな感じですね。正面もほんと可愛いですね。今回の6人のキャラクターがこんな感じで描かれてます。でざっくりとね、はい、全体はこうなってますね。両サイドにはねラインナップで、上はねこんな感じで、背面はこうなっております。よし、じゃあ開けていきましょうか。とりあえずまあまあ僕はもう一番キティちゃんがもうメジャーところだと思うんで、キティちゃんは絶対出てほしい。揃うと思うんですけど揃うとは思ってるんですけど、キティちゃんはまあとりあえずまあ被ってもいいから欲しいという感じですね。さあさあさあ、それでは行きましょうか。1箱目によいしょ。あ、開かないなかなか今回はちょっと開封が素直に言ってくれない気がしまして、よいしょ。さあでは行きましょうかね。まずは1つ目ですね、左の列の一番手前です。さあさあそれでは参りましょう。1個目、何が出るんでしょうか。いきたいと思います。せーので、どんなんでしょうかと。おっ、もう僕からしたらゴールですよ。いやいや、そんなことはないでもなんかやっぱ欲しいと思ってたのがいきなり来てくれて、ちょっとこう嬉しいですね。よし、じゃあねちょっと見ていきましょう。はい、まずねちょっと全体はざっとねこんな感じです。もう今回はとにかくね、あのこれまでサンリオ系いろいろ見てきましたけども、もう今回も本当可愛いですね素敵だと思います。でまず顔はねもうそのままですね、キティちゃんの顔になってまして、で車体のデザイン的には他のキャラクターの形とか一緒なのか、後で比べてみたいと思いますが、まあこんな感じですよね。めちゃめちゃ可愛いね。ルーフにはこれハローキティってね文字書かれてます。これおなじみの文字ですよね。で側面こうなっておりましてね、これピンクの服と、あとこれがハートですね、こんな感じで書かれてます。でホイールタイヤは黄色になってますね。いやーでもほんと可愛いですね。で後ろはこうなってまして、こちら尻尾になるんですかね、丸が書かれてます。で反対の側面もハートが可愛くて、上から見てみるとこんな感じね、こっちからの方がいいですね。はい、ハローキティ。でそこの部分はとこうなっております。でこの車両ですね、ギミックね、サスペンションがついてますね。ということでまず一つ目ね、いきなりもういいの出てくれました。可愛いですね、ハローキティでした。いや可愛いですね。よし、じゃあねちょっとねどんどん見ていきますか。よし、次はじゃあちょっとね何狙いよ、何狙い、何が出てほしいかな次。キティちゃんの次は僕的に馴染み深いのはポムポムプリンとかシナモロールですね。だからポムポムプリンちょっと狙っていきましょう。ポムポムプリン目指していきたいと思います。ではでは参ります。2箱目、よし、どんな感じでしょうか。ではではいきますね。2つ目参りましょう。さあでは参ります。せーので、どうだ。お、なんだこれ。あ、これはマイメロかな、マイメロですね。おー、かわいいですね。で、あ、形は多分同じっぽい気がしますが、ちょっとじゃあ見ていきますかね。はい、2つ目マイメロ、マイメロディーが登場しまし
た。はい、くるっとね、こんな感じです。顔はもちろんね、マイメロンの顔になってて、でボディカラーはもう全体的にピンクですね。こんな感じのピンク、結構濃いめのピンクですけどね、こうなっております。リボンが可愛いですね。でルーフにはマイメロディのね文字が書かれてます。でルーフのカラーは水色ですね。こんな感じになってます。で側面はまあ割とシンプルですね。こんな感じでホイールタイヤもねピンク色で、後ろの部分にはこちらもね、まあ、丸書かれてますね。これ尻尾ですかね。で反対側の側面もこちらもねシンプルにピンク一色。こんな感じで上から見てみると、はい、こうなってまして、で底の部分はと、はい、こんな感じです。でさっきちょっとキティちゃんの時に触れるの忘れてましたが、キティちゃんの内装は黄色の成型色ですね。でマイメロは白の成型色となってまして、でこの2つの形ですよね、多分ベースの車両の形自体は今回多分全部同じっぽい気がしますね。とりあえずこのキティちゃんとマイメロに関しては同じものが使用されております。いやでも本当可愛いですね。で同じなのでもちろんこちらもねギミックねサスペンションがついてますね。可愛いですね。ということで2つ目ですね、左の列の2番目はマイメロでした。ではではどんどん行きましょうか。さあではでは3つ目行きましょうね。これで左の列ね終わりですね。はい、一番奥になります。さあ続いてはね、もうやっぱりこれまたねポンポンプリン狙っていきたいと思いますが、よいしょ。さあでは3つ目は何が出てくれるかなと、いきます、参りましょう。いきますよ。よいしょ。ぐっと。開かない。開きました。ではでは、行きたいと思います。3つ目、何でしょうか。せーので、よいしょ。あ、これなんだこれ。あ、ポチャッコね、ポチャッコね。数年前まで、ポチャッコと思っておりましたが、はい、ポチャッコ、ポチャッコ、ね。イントロでしょうか。わかりませんけども、はい、こちら登場いたしました。はい、展開は、このような感じになっております。ね。まあ、こちらも形は一緒ですね。で、顔はね、しっかりとね、こんな感じ、にこやかに笑っております。可愛いですね、ポチャッコ。でなんかねデザインもねほんと可愛くて、こう後ろが多分まあ服のような感じだと思うんですけども、これルーフがね水玉なんですよね。こんな感じでね、緑色にこの白の水玉がね描かれてますね。可愛いですね。で側面はこうなってまして、ポチャッコは側面にこう名前がねこんな感じで書かれているとね。でホイールタイヤはちょっとこう淡い感じかな、まあ黄土色というかなというか、こんな感じのねカラーのホイールタイヤになってます。で後ろですが、はい、こちらもね尻尾がこのように描かれておりまして、で反対側はこんな感じですね。こっちには名前ないですね。で内装はピンクの成型色なんで、結構まあ色使い的にも派手なというかね、面白い感じの色使いですね。可愛いですね。でこちらももちろんねギミックねサスペンションがついているといった形です。はい、ということでね3つ目、こちらもね可愛いね感じのね車両になっておりました。はい、これね、ポチャッコ、ポチャッコでしたね。イントネーション本当に分かってないんでね、ポチャッコですね多分ね。まあこんな感じでございました。さあさあさあね後半戦行ってみましょう。それではね参りたいと思いますね。右の列の一番手前行きたいと思いますね。これまあ全部形言ったらね一緒なので、多分重さで分かるような感じもないですよね。手に持った感覚で言うと今のところもう全部一緒なんで全く違いが分かんないです。形が本当に一緒なので多分見極めるというか、もう感じ取るのは至難の業だと思いますね。さあそれでね4つ目ね、ポンポンプリンを目指しまして、ではでは行きたいと思います。さあさあそれでは参りましょう。4つ目行きましょう。せーので、ドーンと、おー来たよー、ポリンちゃんやってまいりました。笑顔ですね、めっちゃ可愛いじゃないですかこれ。おさあさあさあそれでは行きたいと思います。まずですね、はい、全体はこうなっておりまして、ねもうポンポンプリンのねこの可愛い感じしっかりとこの車両に落とし込まれてるといった感じでしょうか。もちろんねもう顔は笑顔です。このようにもうめっちゃ笑ってますね。でカラーはね、もちろんこうプリン色ね、はい、こんな感じでねツートーンになってまして、このキャラクターが多分一番この色の分け方が簡単というか分かりやすいんじゃないかなといった感じですよね。うん、ね、いいですね、いいですね、素敵ですね。で横ですね、側面こんな感じです。こちらにはねカタカナで分かりやすくねポンポンプリンとこのように書かれてます。でホイールタイヤは茶色の成型色と、まあ、シンプルですね、ほんとシンプル。で後ろですが、後ろですねこんな感じですね。こちら尻尾とこれはもうお尻ですかね、はいこんな感じでね、もうお尻って言っていいかな分かんないけどこのように描かれてますね。おー可愛いねこれ、なんかねちょっと一瞬衝撃的なデザインでしたね。おーびっくりしたYouTube 上でどう発言していいか分かんないからね、正直ね、
はい、で反対側の側面はこうなっておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分は等、はい、このようになっております。でこちらもね、ギミックね、サスペンションがついてますね。はい、ということでね、出てきてくれました。4つ目、こちらポムポムプリンでした。とてもね、可愛いね、作りになっておりました。さあさあ、それでは、ね、続いていってみましょう。ではでは、続きまして5つ目、はい、右の列の2番目いきたいと思います。じゃあとりあえず、まあ今のところね、ちょっとね、まあ、欲しいと思ってたのはもうポンポンと出てきたので、続いて、あ、シナモロールかね、シナモロールいきましょうね。まあ言ってもあと2個なので大丈夫だと思うんですけどね。確率的に言うと多分もう2分の1で出てくれると信じてるんですけども。さあでは行きましょうかね。よいしょ。これ何出るかね。あとなんだ、シナモロールと残っているのが、あ、黒みですね。黒みなんで、さあどっちが来るかですよ。どっちが来るか行きたいと思います。さあさあ、それではね、5つ目参りましょう。せーので、ポンと、お、おー、来ました。シナモロールね。これも数年前まで名前勘違いして、シナモンロールと言っておりました。はい、来ましたよ。ね、かわいいですね。お、これもまた笑顔が素敵だ。ウィンクしますね。さあ、では行きましょうか。まずね、全体はザザッとね。はい、こんな感じですね。シナモロールもね、もう本当あのキャラクター分かりやすいですね。はい、このようなね、デザインになっておりまして、顔はね、ウィンクしてる笑顔です。で、全体は白色に、真ん中こう水色ですね。で、ルーフの部分がまたこれ可愛いですね。これなんていう柄でしょう。ね、チェック柄か。まあ、こんな感じのね、デザインになっておりまして、本当可愛いですね。で側面もね、なんかとてもおしゃれなフォントでね、シナモロールとね、英語で書かれてます。でホイールタイヤは、水色の成型色ですね。で後ろですが、履いているこんな感じです。尻尾がね、くるくると書かれてて、こちらも可愛くて、とで反対側の側面ね、こちら側もこんな感じになっておりまして、でナイスはピンクの成型色で、上から見てみると、はい、こんな感じで、底の部分はと、はい、このようになっております。でこちらももちろんですね、ギミックサスペンションがついてます。はい、ということで5つ目ね、めでたくシナモロール出てくれました。こちらもね、本当は可愛いね、仕上がりになっておりました。ルーフは一番可愛いかもしれませんね。こちらね、チェック柄ね、素敵なキャラクターです。さあ、それでは、ね、続いてラストになりますが、行きましょうか。さあ、それでね、もうここまで来たら外れることは多分もうないと思うんですけど、外れるとおかしいけどね、被ることはないと思うんですが、6個目、右の列の一番後ろですね、開けていきましょう。もう黒みですよ。黒みが出ればミッションコンプリートです。これ逆にね、被る方が多分確率的にね、多分低いんですよ。あの、こう来るとね、あの、ここまでばらける確率の方が多分あのないと思うんで、うん、意図的なことしないと多分ないと思うんでね。よし、ではでは、もう黒みが出ると、信じまくって開けていきたいと思います。さあ、それではラスト6個目、締めくくるのは誰でしょうか。参ります。せーので、ドーンと、ほらね、もう安心ですよ。はい、絶対大丈夫ですもんね。はい、絶対はちょっと言えないけどね、ほぼほぼ9割方は大丈夫だと思いますが、さあさあ、それをね、見ていきましょう。ラスト、黒み出てまいりました。ザザッとね、全体はこんな感じ。黒みというキャラクターが僕はあまりちょっと分かってないんですけども、いつもなんかちょっとこう目が何か企んでるような目つきですよね。これ悪者なんですか。なんかドクロとか書かれてるしね。黒みは一体どういうキャラクターなのか、ちょっと教えていただけたら嬉しいですね。で、まあまあ、こちらもね、あの、可愛いね、車両のデザインになっておりまして、まず顔こんな感じですね。イタッとしますよ、これね。で、ルーフには黒みの文字このように書かれてて、ルーフのカラーは紫です。で、側面のデザインですが、こんな感じで、こちらは、黒みのこの帽子の部分がデザインされてるんですかね。ここの部分ね、このようになっておりますね。で、ホイールタイヤも紫とね。で、後ろテールですが、はい、こんな感じになってまして、このなんかちょっと槍みたいな尻尾がまたまたちょっとね、悪魔みたいな感じかな、黒みね。で、反対側の側面もこうなってまして、で、上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。で、こちらの車両もギミックね、サスペンションがついてますね。はい、ということでね、あ、そう、締めくくったのは見事にね、コンプリートできました。黒みが登場しました。こちらも安定の可愛さになってました。
はい、ということで今回はですね、ドリームトミカのサンリオキャラクターズコレクション3、こちらをねボックス買いしてね、全部開けたところ見事にね6種類コンプリートすることができました。まあ、今回ねあのトミカくじ形式のねドリームトミカなので、まあ、1個あたりねちょっと値段を調べるの忘れてたんですが、ちょっと高いと思います。でまあくじ形式なので、まあ、正直コンプリートするなら、まあ、ボックス買いした方が、まあ、手取り早いと思いますんで、もしねコンプリートね目指されてる方はちょっとねボックスね探してね買ってみてください。で、あの並びの方はね正直、まあ、僕と一緒かどうか分かりませんけども、多分ね一緒のパターンもあると思いますんで、一応あの参考程度にねして、まあ、欲しいキャラクターねあればね狙ってみてください。多分ねこの並び全部一緒っぽい気もするんですけどね。で、あのちなみにね、まあ、最後までね見たところ、まあ、キャラクターのねベースはもうほんと一緒なんで、重さでは多分分からないと思いますんで、ほんとねちょっと自分の運を信じてちょっと狙ってみてください。まあ、ということでね、今回はねこの辺りに締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント、他どんな街のそのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。